はい、皆さんこんにちは、いつも動画を見てくださりありがとうございます。ピアニストの末永隆文です。今回もですね、演奏者の主に演奏者の方に向けて、ジャズの演奏をよりよく、楽しんでもらうために一つトピックについて、お話ししてみたいと思います。特に初心者の方に向けてですね、これからまあジャズの演奏をより楽しんでいこうとされている方にですね、これ一つのトピックをお話ししていきたいと思います。今回扱う、トピックはですね、シンコペーションという、トピックです。皆さん言葉、もしかしたら、聞いたことがある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ジャズの演奏においてですね、最も重要ともいえる、要素、リズムで、その中でですね、特に、この、シンコペーションって言われるものはですね、非常に重要だと思います。ただですね、絶対これをやったらいいとかですね、なかなかその、シンコペーションっていうことが、説明しづらかったりする部分もあってですね、なかなか理解、ちゃんと理解されている方、またはですね、それに特化してこう取り組んだことがある方っていうのも、もしかしたらあまり多くないのかなとも思います。で、ただ本当にですね、私の経験上ですけれども、やはり、ジャズの特に4ビート、スイングと呼ばれるものを、楽しんでみたいと思って自分で演奏して楽しんでみたいと思ってらっしゃる方にとってですね、このシンコペーションっていうものは、必ず、通っていかないといけないというかですね、ある程度理解しないとですね、なかなかスイングの醍醐味にはたどり着けないんじゃないかなと私は思っています。で、まずは、シンコペーションっていう言葉の定義ですね、をまず確認してみたいと思うんですけど、ウィキペディアですね、のによると、日本語版のウィキペディアによると、シンコペーションっていうのは、西洋音楽において、拍節の強拍と弱拍のパターンを変えて独特の効果をもたらすことを言うと、なってますね。で、この強拍と弱拍っていうもの、英語だとアップビート、ダウンビートなんて言われたりもしますけれども、一般的にそれを理解していないとまずいわけなんですけれども、例えばですけど4分の4拍子ですね、よく演奏されることが多いと思うんですけど、で、強拍と弱拍ってどこになるかっていうと、1拍目と3拍目が強拍ですね。で、2拍目4拍目が弱拍と言われるものです。で、英語で言うと1拍目3拍目がダウンビートで、2拍目4拍目がアップビートと言われるものですね。で、これもですね、日本でジャズをやると、こう1拍目と3拍目に手を拍子をしちゃう人がいるみたいなことで、こう笑ったりする人もいるわけですけど、一般的にって言い方もあるかもしれませんが、どうしてもその1、2、3、4、1、2、3、4っていうものがあった時に対して、1拍目と3拍目がやはりこう強く感じる、わけなんですよね。だから自然に何もしなければ、これも文化によるのかもしれないんですけど、ちょっとそういう大前提のもとで話しています。異論がある方は、コメントで、書いていただければと思いますが、とりあえず、自然にやってしまうとというか、普通に西洋音楽においては、1、2、3、4、1、2、3、4っていうふうに、1と3にこう、アクセントが置かれるわけなんですよね。で、そこに自然にこう強くなっちゃうんですけれども、シンコペーションっていうのは、その逆の部分に、アクセントなりですね、を置くことで、リズムにこう抑揚をつけるっていう、テクニックっていうか、用語になるんですね。で、やはりこれがその、それを本当に応用することで、ジャズの独特の、
スイング感が生まれてくるわけで、フレーズ作りにおいてもですね、これをやはり、使わないわけにいかないというかですね、それをどう組み合わせるかっていうことでみんな面白いフレーズを作ったりしているっていうことになるんだと思います。で、だから今説明した通り1、2、3、4ってな、普通にやってしまうとなるんですけど、今までその普通にではなかったその2と4ですね、2と4の部分にアクセントを置くわけですね。だからまあいわゆるジャズを聴くときに2と4にこうみんなこうスナップされることがあると思うんですけれども、それはまあそういうことなんですよね。だからそれもある意味ではシンコペーションなわけですね。こうやって1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4ってやるのは、まあこれが一番ベーシックな、シンコペーションになると思います。で、ただそれだけだとこう4拍子っていうか四分音符だけなので、フレーズが作りづらいと。まあで今一番ベーシックな話をしている、まあ、4分の4拍子で皆さんがよく演奏されるスタンダードなんかがあった時に、まあフレーズを作っていこう、その上でこうアドリブを取ってこう曲を演奏していこうと思った時に、まあ基本になってくるのはやはり8分音符なので、8分音符でシンコペーションを応用したいっていうことになるわけですね。で、8分音符でもやはり強拍弱拍っていうのがありまして、まあ基本的にはその1、2、3、4のその頭の部分ですね、そこに来るのがまあダウンビート強拍で、その裏に当たるものが弱拍になるわけですね。だから1、2、3、4、1、2、3、今叩いてる部分が弱拍に当たるわけで、そのアップビートに、をうまくまあ応用していきたいっていうのがまあ今回のこのトピックで、であるシンコペーションなんですね。で、まあこれからジャズを始めたいと思ってる方とかですね、まあ今もうすでに始めているっていう方に、まあこの動画はお話ししてるわけなんですが、まあよくありがちなこととしてですね、このリズムのその、シンコペーションになってないことがよくあるんですね。まあ具体的にどういう、例えばどういうことかっていうと、ブルースがあった時に、例えばですか、ブルースがあった時に、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、タタ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 、ツー、スリー、フォー、タタ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 。今やってるのは、要は、こう、頭からフレーズが始まってしまってるわけですね。で、これだと、まあ、ある意味で、自然すぎるというか、その頭に、リズムがハマってしまってるわけなんですね。で、それだとこう、ジャズ特有のこうドライブ感というか、推進力が生まれないんですね。なので、今回このトピックで皆さんにこう意識してもらいたいことはシンコペーションを利用するっていうことですね。だから具体的には、その裏から始める、弱拍を少し意識してフレーズ作りをしてみるっていうことなんですね。で、これは、フレーズ作りにおいて話しているので、まあ、まずはフレーズの始まりをされるのがいいと思います。実際はフレーズの終わり、始まりと終わりで、その、シンコペーションを応用できる箇所があるわけですけれども、まあ、いきなり2つも考えると、もう多分頭が混乱されると思うので、まずはフレーズの頭ですね。さっき例で話した、1、2、3、4、タッ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 タっていうものが今までもし、演奏されていたとしたら、それに対して、例えば、その1個前、8分音符の1個前、1、2、3、4、タタ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 タ、2、3、4、タタ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 タとかですね。これだけでも全然その、
ドライブ感というか、フレーズの流れが変わってくるはずなんですよね。で、私は今こうやってこう手でクラップしながら話しているので簡単そうに見えるかもしれないんですが、これが意外に初心者の方っていうか、初めではですね、なかなかすぐは乗れないのではないかと思うんですが、で、特にしかもこれを楽器でいきなりやろうとするとさらに、難易度は上がってしまうので、まあこれを見てくださっている方はですね、私と同じようにですね、まずは、手でこうクラップして口で歌ったりですね、まあそれがさらに難しければ、まあこう、ワン、ツー、スリー、フォー、ダダ、というふうにですね、まあ、手でやってみるのも、方をまずはお勧めします、正直。楽器でいきなりやるのよりもですね、できると思ってこう、楽器でやりがちだと思うんですけど、それを一回やめて、口で歌ったりですね、こうやって手拍子で確実に、ワン、ツー、スリー、フォー、ダダ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 、ダとか、さらに、8分音符1個ずらして、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、タタ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 、ワン、ツー、スリー、タタタタ、やった。というふうにですね、今までこう、ダウンビート、脅迫で、フレーズを作りてしまっていた、何も考えずにやってしまうとですね、そういった部分がやっぱりその、シンコペーションの最初の説明をした通り、そこにはまってしまいがちなんですけれども、それをやはりこう意識を少しですね変えて、今回のトピックであるシンコペーションということを、意識して、だから最初はある意味では今までそこからフレーズを作られたことはないと思うので、ちょっとこう気持ち悪いっていうか、なかなかこう入っていけないと思うんですけど、練習なので意識してですね、ワン、ツー、スリー、フォー、ダとか、ワン、ツー、スリー、ダダダダとか、さらに、ワン、ツー、スリー、ダダ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 ダなどっていう風にですね、楽しんでもらえればと思うんですね。で、まあ、さっき、いきなり全部やると難しくなると言ったので、今回はこれぐらいにしておきたいんですが、まあちょっとボーナスとしてですね、まあこれが、余裕でできるようになってきた方はですね、今度はフレーズの終わりですね、もにも、同じアイデアを応用してみてほしいんですね。っていうのは、結構フレーズの終わりっていうのも、その次のフレーズに向かうドライブ感を生み出す要素の一つであるので、結構今まで意識されたことがない方が多いんじゃないかなと思うんですけど、終わり方っていうのもかなり重要なんですね。で、例えばそれも、今までダウンビートで終わってて方、つまり、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ダダダダ、スリー、フォー、ダダ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 ダって終わってしまっていた方、今聞くだけでもこう、ワン、ツー、スリー、フォー、タタ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 ってやると、こうフレーズが次に行かないんですよね。ダウンビートで終わってしまうと。だけどこれをちょっと変えるだけで、要はアップビートで、弱拍、8分音符を1個増やしてみます。すると、ワン、ツー、スリー、フォー、タタ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 タ、フォー、タタ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 、いかがでしょうか。なんかこう、ワン、スリー、フォー、タタ、こう次に、行くような、何かこうつながりが見えてくると思うんですよね。これがさっきのダンビートで今まで終わってたような、すると、ワン、ツー、スリー、フォー、タタ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 タ、スリー、フォー、タタ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 タってなってしまうと、こうすごい落ちちゃうんですよね、フレーズが。なので、先ほどとそのフレーズの始まりを最初は説明しましたけれども、フレーズの終わりですね、そこも少しこう、今まで
なかなか意識が向かなかったと思うんですけど、こう、ダウンビートではなく、強拍ではなくてですね、弱拍を少し意識してみると、面白いフレーズに、さらにつながるようなフレーズが作れるんじゃないかなと思うんですよね。だから例えば今、1個増やしましたけど、もう2つ増やすと、1、2、3、4、タタ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 、3、4、タタ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 、3、4みたいな感じになるわけですよね。で、まあ今、説明した2つを、応用するとですね、本当に、ジャズ特有のこう、次につながっていくようなビバップのフレーズっていうのが、自由自在に作れるようになるんじゃないかなと思います。で、まあ長くなりましたけれども、ぜひですね、今までこういったことを意識せずに、気づかなかった方とかですね、は、ぜひですね、この観点をに注意して、今、皆さんがお好きなですね、CD なり、まあ、好きなアーティストなり、まあ、チャーリー・パーカーとかですね、バド・パウエルなり、誰でもいいんですけど、聞いてみてほしいんですよね。すると、こう、ああ、この人たちはそういうふうにこうフレーズを作ってたから、こう、自然に音楽が流れてたんだ、みたいなものに気づけるんじゃないかなと思うんですね。ぜひ、皆さん、ご自身のお好きな CD なりで、確認してみてほしいと思います。今回はシンコペーションについて少しお話ししてみました。皆さん感想なりコメント欄でよろしくお願いします。ありがとうございました。